エレクトローグリの師匠をエレクトローグリロシア語、ラテン文字表記の例、エレクトラグリは、ロシアのモスクワ州にある都市。首都モスクワの東 36km、ノギンスク市の南東 18km。モスクワにジニノブゴロド間の鉄道に沿う、工業都市である。人口は2007年で2万500人ほど。2002年国勢調査で1万6717人。 1989年ソ連国勢調査で18,645人。エレクトローグリの湖エレクトローグリ工場。エレクトローグリの駅この地には、モスクワに地にノブゴロド間の鉄道が走っており、その交通の便を見込んで1899年に、電気機械工場が建っている。エレクトローグリという現在の地名は、このエレクトローグリ工場に由来する。 1935年には都市型集落となり、1956年に市となった。2005年に周囲の村落を併合して規模を大きくしている。市の主な雇用主は、現在もエレクトローグリ工場であり様々な電気関係の製品を製造している。その他の大きな工場には、ケーブル工場やセラミック工場がある。エレクトローグリには、 軍用の電気用、カーボン製品の研究開発を行う研究所も立地しており、大陸間弾道ミサイルの開発も行っている。エレクトログリには、モスクワからニジニノブゴロドを経て、ウファに向かう M7 幹線道路が通る。またモスクワニジニノブゴロド間の幹線鉄道も通る。ありがとうございます。